よし、じゃあ続きからやっていきましょうか。俺は魚だよ。どうしようかな。田舎生活、街中で大暴れ。街中で大暴れか、いいな。高原コロコロ、全部気になるね。田舎にしようかな。よし、じゃあ田舎生活やっていきましょうか。どうなんだろうな。都会はだいぶ注射器浮かんでたり、ハエが飛び交ってたりしたけど、田舎はどうだい？おっと、失礼。トビウオこんな狭いところに入れてんの？マジで？わあ、生き生きしてた頃だね。あ、やっぱり瓶なんだ。これは変わらずなんだね。よし、わかった。これの操作方法は覚えてるよ。だから、ここ行って、トビウオだろうと、金魚だろうと、ハリセンボンだろうと操作変わらんのね。ブレーキをしっかりとかけると、割れちゃうからね、ガラスが。ん？これダメじゃない？いける？おお、はあ、びっくりした。あ、こっち側でいいのかな。しかし、納屋のね、隅っこに入れるもんかい、これ。トビオくんを。え？あ、オッケー。よいしょ。特殊能力を使うには、あ、飛んだ！すげえ！あ、グラインダーみたいに、よし。よしよしよし。セカンドチャレンジ。やりますとも。こっから、ああ、ここか。で、チェックポイント入って、こっからどんどん飛んで、水たまりを狙っていくんだ。オッケー。よいしょ。あ、ちょっと待って。届かん。ジャンプ力が。危ね、また干からびるとこだった。また干からびるとこだったよ。干からびるのは生ハゲだけでいいんですよ。これ難しいな、ちょっと。練習したい。いや、でもこれ、こう、飛びます。あ、結構浮かぶな。よいしょ。えい。あ、バランス取ると結構まっすぐ飛んでくれるね。あ、いいね、いいね。分かってきた、分かってきた。で、空中に居すぎてもダメなんだね。乾いちゃうんだ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、頑張って、頑張って、よし。でも、トビウオって100メーター、200メーター飛ぶって言うけどね。で、飛んでるところを、あれでしょ、鳥に捕まったりするんでしょ。肉食魚から逃げるために飛んだのにね。今度はまた別の肉食に捕まっちゃうんだよな。自然界って手ちがらいよな。鳥には気をつけないといけないね。よっ。違うんです。違うんですよ。頑張って、頑張れ。もうちょっと、もうちょっといける。よし。あ、ダメだこれ。まあ、いや、いける、いける。頑張れ、頑張れ、頑張れ。よーし。あっねえ。作戦通り。水門か。もう普通に飛んじゃって。よし。あれ、これで合ってる？生き方。金魚くんよりはね、操作性が悪いな。
金魚くん結構小回り効いたんだな、あの子。でも飛ぶと気持ちいいな。よいしょっと。でかい畑だね。魚の目線だからかな。魚目線だからでかく見えるのか。あ、これ閉じることも必要だな、羽を。よっ。閉じるとすぐ落ちれるわ。あ、気持ちいい。で、やばそうなったら閉じて落ちると。よしよしよし、分かってきた分かってきた。これサクサクっとクリアできるね。あ、それはちょっと機能性だったかもしんない。違うんですよ。回りたかったんじゃないの。ロールがしたかったわけじゃないんですよ。バレルロールじゃないんですよ。いや、これね、やった人しか絶対にわからない難しさがあるんだよ。みんなにやってほしいよ。よいしょ。あそこに水路があるのか。あ、あそこ水路だ。よしよしよし。あ、パンか。難しいんですよ。難しいんですよ。オッケー。よーし。あっぶねー。パイロットウィングスっぽいな。水平を保って曲がり方が難しいね。カメラ移動と一緒にやらないとダメだ。はい。スティックだけで曲がろうとすると絶対にうまくいかない。分かってきた。今ちょっと分かってるよ。こう来て、そうそう、すぐ水平に戻してあげるんだ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、トビオくん。よし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 。はい。あ、ちょっと低かった？いや、いけるよ。大丈夫、君ならいける。なんで諦めた？ごめんなさい。俺の操作のせいだよね。ごめんね。難しいんだよ。わかるかな？みんな。難しいんだよ。よいしょ。あそこに乗っかれればいいのかな。あ、ヒュー。難しい、ギリギリ間に合う。俺さっきからギリギリ間に合うしか言ってなくない？ジャンプ失敗した。ジャンプ失敗したんです。跳ねろ。あ、ダメだこれ。あ、こっから、こっからか。さっきうまくいったから旋回しないように、一回着地しよう。無茶しない。よしよしよし。命を取り扱ってるんだから、そんな危険なことはしちゃいけないよ。よっと。こっからならいけるね。いける？大丈夫？あ、よし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 。オッケーオッケー。ここで羽を閉じると。これ操作できるようになるとね、すっげー気持ちいいの。スティックを操作する必要があるからちょっとめんどくさいんだけど。さて、どこにつながるかな、このパイプは。お、水車小屋の中か。中だよね。こっからどうすんの。下には池なさそうだね。イチョウがあっちにあって、あ、オッケー。よいしょ。あ、よし。
これ高くジャンプできないんだよな。やっぱこうか。あ、やり直しだよ。あ、とはいえ3回目ですよ。昔からこう言うでしょ、3度目の正直なんていう言葉もあるわけですからね。きちっと決めていく。よし、ギリギリだろうとね、決めれば勝ちですよ。で、で、こっから、あそこ無理じゃない？あのイチョウを目指すっつうの？もうちょっと上行かないと。ある？なんかないよね。え？高さ的にいけんのかな？やってみるか。下から上に向かって飛びます。あ、いける？もしかしていけちゃう？あ、すげえ、いける。おお、はい。あ、はい、はい。ああ、100いけてたよ今。100いけてたじゃないですか。飛距離足りない。そこから上に向かって飛ぶと。こうよ、どうよ。え、足りる？さあ、悔しい、悔しい。なぜいけない？水平を維持して。風をつかめ、風をつかめ。よし、ショップね、リスポーン。ああ、右も左もあるね。左の方が行きやすいか。よっ、よいしょ。めっちゃくんかガミガミ声が聞こえるな。ここも飛んでいけんのかな。高さ足りる？あ、ちょっと上がるんだ。あ、ちょっと下に潜らないとダメか、ジャンプするときは。今度右の方向行ってみるか。ほい、やっぱりちょっと潜ってから水深がちょっと必要だね。この状態でジャンプすると全然ジャンプできないから、下に潜った状態で、この状態からで、いや、こうなるんだよな。俺変に難しく考えてる。ここで簡単にジャンプしちゃって飛んでればいいのか。足りなくない？足りる？あ、足りるか。あ、足りたわ。あ、思ったより、そんな前に倒さなくていいのかな。やっぱ、どうすればいいんだ？カメラワークも必要？水中カメラから飛び出すと、あ、水中カメラから飛び出すと、ちょっとジャンプ力上がってる気する。気のせいかな。そんなことあるか？この状態で、いや、上がってるよ、ジャンプ力。そんなカメラワークまでアクションに要求すんの？画期的。
この水中カメラの状態から飛び出すとやっぱジャンプ力ちょっと上がってるよ。なんかジャンプしやすい。でこの切り替えもね、俺のスティック次第なんだ。画期的すぎるわ。セガか。この状態から飛ぶと、おジャンプできるもの。今まで俺ジャンプに悩んでたのこのせいなの？こんなん気づかんわ。で次の位置はどこだろう。あれ水たまりが、あーあそこか、見えた。見えづら。文句ばっか言うなわもう。この水中カメラからジャンプと、いや格段に違ってるもんね。フレッシュフィッシュ、あーやばいね。フレッシュフィッシュか、下に降りちゃったら完全に捕まっちゃうね。いやー、うまくなってるのかな。これを上達と考えていいものなのかな。いやでも確実にね、死んでないんだよな。あれなんだろう、よくわかんねえ魚だな。え、水がないな。とりあえず飛んでみるか。あ、またカメラ OK、 水中カメラに切り替えて飛ぶと、で一旦人の横通って柱にぶつかったわ。でもこのね、2つの棒が絶対になんか表してるはずなんだよ。まあスキーのモーグルだったら絶対通らないといけないじゃん。あれモーグルだっけ、まあいいや。このカメラワークから、カメラワーク気にしつつのよ。あ、水探せ水。よっ。あ、わかった。あそこ越えたところにあるわ。あの棒を越えたところにちょっと水がある。見えた。よし。そんなことある。そんなことある。そんな。あそこだ。出たぞ。一応夫人、今談笑してる男女の真ん中通って水槽に落ちる、これがベストなんじゃない。一旦ちょっと落ちたところからこうよ。よし、こうです。よしよしよし、作戦通り。またバケツだよ。これ人に見つかったら蹴られちゃうんだよな。だから人に見つからないように机の下を行かないといけないわけだね。ここはいけるか。もう前回の瓶でね、これだいぶ上手くなってるはずだから、このバケツの扱いとかも変に角度をつけない、まっすぐ移動させる、真ん中つかないとダメなんだよ。何？急に立ち止まないで、怖いから。でもここの人たちね、基本的に無感情だから大丈夫なんじゃないかな。 B が当たっても無表情だったし。なんだ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 、人の命を何だと思ってんだ。魚の命を何だと思ってんだよあいつら。
本当に鬼畜生だ。無感情に蹴ってったぞあいつら。やべ、来る、怖い、影が怖いよ。よし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 、なんだあいつ。あーちょ、おー、蹴りに来たと思った今。きゅー、おばちゃんこっち来ないで。よし、おばちゃん何してんの、そんなぐるぐる回って楽しいの、楽しく、よし、生きてて楽しいの。ダダンダンダダン、失敗した左行くべきだったね。オッケー、失敗したわ。またあの鬼畜生のところを通らないといけないの、横に。無感情で蹴ってくるから怖えんだよこいつ。でこれ止まるんだろ、で後ろ向くんだろ、知ってる。よし、いや慣れたもんだな、バケツの操作。すげえ、うまくないこれあとここ曲がるんでしょ、でこのスピードのままあともう少しなんだけどな。一応見えたね、チェックポイントまで行けないっすか。跳ねろ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 、あダメだ。すーやー、何回目だこのバケツ。この縦の状態で行けばいいのかな。一回おばちゃんちょっと通り過ぎるの待とう。ちょっと今回ゆっくり行ってみよう、いっつも勢いで行ってダメだから。そう、勢いで行っていいのは若い時だけだから。アダルトなね、力を見せていこう。ブレーキブレーキ、よしブレーキ。え、はい、操作してる。よし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 、横向いちゃったけどまあいいや。よーし、君も来るかい俺の旅に。いやー、次どこ、あれ屋根がない。風向き的に下に行けばいいのかな、それともまた水とかがあるのか。いや、飛べばわかるさ。行こう。あ、またカメラワーク。カメラワーク。ちょっとずつちょっとずつ、よしよし。風向き的にはこっちなんだけどな。なんもないね。わかりんぽすの神々だわ。わかったわかった、行こう。カメラワーク。よっ。はい、移動。難しい。続行。